みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。毎年恒例のクリスマスソング特集ということで、今年は歌い人のクリスマスソングというオリジナル曲を皆様にお配りさせていただいております。で、今年もね、こういう楽譜とか解説動画とか用意させていただいているんですけれども、この3本目の動画では、ベースの説明をさせていただこうかなと思います。結構フレーズ自体がこうシンプルな8ビートロックって感じなので、簡単だから解説必要かなとはちょっと思うところもあるんですけども、一通りバーバッと弾いてみますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。よかったら弾いてみた動画とか作ってみてくださいませ。すげえ嬉しいなという感じです、そういうのは。では、では、まず、このタイプの曲だったら、指弾きするよりもピックでガシガシ弾いてた方が雰囲気が出るかと思います。なので、ベースをピックで弾くことに抵抗がないという方は、ピック弾きでコピーをしていただけるといいかなという感じですね。で、さっきも言った通り、結構シンプルな8ビートロックです。なので、そんなにこう難しいポイントとかがなくて、あれなんですけれども、ちょっと見ていただきたいのは、楽譜に書いてない部分ですね。できるだけ喋ってはいくんですけれども、楽譜に書いてない部分をちょっと目で見て、盗んでみてほしいんです。例えば、最初10フレットからスタートしますよね。で、このとき、全音符でずっとこう伸ばしていくわけなんですけれども、ずっとこう伸ばしっぱなしとかではなくて、ちょっとこうビブラートをかけてみたりとかすると面白いですよとか、そんなような内容です。楽譜に書いてないこと。10フレットがいい。終わったら次は9フレットいきます。で、7、9といって、7、9、10とすぐに弾くんじゃなくて、ちょっとこのスライド気味に弾いてみたり。で、その次、10、12といくんですけれども、トンテーンと行くんじゃなくて、ちょっとこのスライド気味に弾いてみたり、そんな感じにやっていくと、このフレーズに色気みたいなのが出てくるんですよ。できればそういうところを、目で見て盗んでいただけると嬉しいなという感じです。イントロをちょっともう一回やってみます。のっぺり弾くとこんな感じ。で、ちょっとスライドとか入れると、こんな感じになるわけです。ちょっとした差ですけど、なんかありますよね。なんかありますよね。こういったところをこだわっていくと、そのフレーズ全体というか、曲全体がなんかこういい感じの雰囲気になりますので、ちょっとこういったところを真似していただけると嬉しいです。では、イントロ。いってみましょう。普通に8ビートです。こんな感じですね。で、ちょっと今思ったんですけども、ちょっと自分結構替え指をするんですね。なんか。このフレーズの中でその替え指、指を変えて。弾いていることに今気づきました。でも、こんなことしなくても、普通にこんな感じで運指してもいいですし、ちょっとこの辺の運指はお任せいたします。で、A メロ入って、またすげえシンプルに。8ビートをかまします。で、B セクションが入ると、こんな感じになると。ここはハーフビートになるので、でんでれ。デンデデデキュー、デンデデデキュー。グリスハンドするときはちょっと大げさにやったほうが、なんかかっこよく聞こえます。デンデデ。こんぐらいでやるよりも、なんか音的にも見た目的にもなんかちょっとこの派手な感じというですか、なんかこのメリハリがつく感じしますよね。なんで結構ガッツリ
グリッサンドしていきましょうか。で、ちょっとこのサイド気味に、9フレットに行って、シンコペーションしてサビに入っていくという感じです。まあ、こんな感じですかね。で、その次、サビのところもずっと。エリクリスマス。こんな感じになります。まあ、ちょっとA メロ、B メロに比べると結構バタバタする感じですね。順番やってみましょう。まあ、最初、食って、食って、ワン、ツー、サン、シ、食って、サンフレット、ニー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 、サン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 、ゴー、ゴー。で、デドデドゥーと、デドデドゥー。で、このとき、デドデドゥー。自分はこの5フレットと7フレットみたいな、こういう2フレット感覚のときって、人差し指と小指を使うことが多いので、デートデートといったときには、小指で7フレットを減していることが多いです。で、人差し指で5フレットに行くと。薬指でも OK です。でも僕は2フレットの感覚のときは、小指と人差し指で応減しちゃうので、こんな感じの運指になります。で、5、4、4、5、5、7、7、ちょっとグリッサンドしながら、ゼロにいて、バシバボンと、ビシバボン、ビシバボン、ボボボボボ、バラ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 、ドド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 タリオビバボンバババ、ちょっとグリッサンドを上げて、0、2、3、4、バババババビバボン。こんな感じです。で、イントロに戻って、また同じように A メロ、B メロという繰り返しをしてって感じですね。まあ、ちょっとここの。が、この曲で唯一大変なポイントになりますので、ちょっと頑張って弾いていただければという感じでしょうか。で、リピートマークで A メロに戻って、さっきも言った通り A メロ、B メロ、リピートマークでイントロに戻って、違うな。リピートマークで A メロだ。リピートマークで A メロに戻って、B メロ行って、C メロ、サビに行って、2括弧でギターソロの方に弾いていくと。で、ここのところが、その、ちょっと、なんて言うんでしょう。こんな感じのフレーズになるんですけども、なんかこの。なんか三つずつの感覚。みたいな。なんかこの。3つず、3-3-2、3-3-2のリズムって、なんかこう、結構おろそかになりがちというか、なんていうか、そのね、なんか3-2-3だったりとか、なんかこう、なんか3-3-3みたいな感じになっちゃったりするときもあると思うんですけど、ピックで弾いてるときだったら、ちゃんとこうね、ダウンからスタートして、ダウンでこうチェンジして、フォージンじゃないか、フレーズを変えて、ダウン、アップ、ダウン、ダウン、アップ、ダウン、ダウン。という感じで、ダウンとアップ、どっちでその切り替えをしているのかを意識できるといいなという感じです。指で弾いているときも一緒ですね。ちゃんと3個目、パー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 と、何個目でその音を変えているのかというのをちゃんとこう数えながら、数えながらというか、数えてたら間に合わないので、それを感じながらという感じですね。意識しながら、数えてたら間に合わないです。で、ソロが終わって、こんな感じでグリッサンドをかましながら。かましながら弾いていくと。もう一回ソロからいってみましょうか。
で、また3人バーンとシンコペーションして、サビに行くという感じです。で、あとはまあひたすら繰り返しなんで、特に問題はないかと思います。そうですね。全体的にのっぺる、のっぺるとした。エドビートを刻む役割です。勢いが大事です。指で弾くよりピックの方がガッツ入るので良いでしょう。ガシガシとね。で、まあ、このうねり系で攻めると良いかと思います。というのは、サビとか、メイメイメイクリスマスって。メイクリスマス。とかでやってるときですね。こういうときにそのコードとなぞって、このうねる系の、G のコードドン。で、G on B のコードドン。で、C のコードドン。で、D のコードドン。この辺を使って、とかやったりとか。やったりとか、なんかこのうねり系で攻めると面白いかなと思います。もしそのフレーズを作れるというか、そういうフレーズを作る余裕があるという方は、ちょっとまあね、そのサビのところとか、このフレーズを変えたりとかして遊んでいただけるといいかなという感じです。ちょっとそのベースを弾きながら、これシンプルすぎるかなってちょっと僕は思うところがあるので、もしそういう余裕がある方は、フレーズをアレンジしたりとかで楽しんでいただければという感じでございます。それでは、今回のベースの動画はこちらで終わりになりますけれども、どうでしたでしょうか。なんかこうね、運指とか、グリサンド、ハンマリングの入れ方とか、そういったところは参考になればいいなと思うんですけれども、まあ、盗めるところがあったら、どんどん盗んでいただければという感じです。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。